エンゼルスが今プレーオフ進出圏内にいるぞ。エンゼルスがこんなに強いなんて知らなかった。トラウトが今人生最悪のスランプなのにこの強さ、しかも復調しそうな気配。最近ずっとエンゼルスの試合見てるわ。見てて楽しいし、負けてても逆転してくれそうな雰囲気がある。実は勝ちの半分以上は逆転勝ちっていう、なんか変だけど、5回に0で負けてる時と2-0で勝ってる時、どっちも同じくらい今日は勝てるって気がするんだよね。フラグ立てんな。お前らまだはしゃぎすぎるな。まだ6月18だぞ。多分まぐれ、いい選手が3人しかいないから、そのうち2人は大谷。時代を象徴する2人がいて10年もかかったけどな。いいね。ってことは大谷はデッドラインでトレードされないってことか。プレーオフには翔平が必要だ。これで大谷が残ってくれるかな。どうやら大谷をトレードしないようだな。するわけないだろ。この男のおかげ